こんにちは、ガチャンです。今日は、福島県の二本松城跡にやってまいりました。早速散策したいと思います。ちなみに二本松城は霞ヶ城とも呼ばれていて、霞ヶ城って呼ばれてるのは日本に3つあります。あ、3つもあるんだ、うん。で、今日来てるここの福島二本松にある二本松城、それともうすでに行っている福井県の丸岡城、あそこも、うん、へえ。あとまだ行ってないけど、山形の山形市に山形城っていうのがあるんだけど、やべ、行き忘れてた行かなきゃここがね、霞ヶ城って呼ばれていて、はあ。丸岡城の時はあれだよね、霞に隠れてお城があるっていう感じで、ね、うん、地形を生かして。あ、でもむちゃ見て見て、こっちこれはね、霞出るでしょうね。すごい眺め、すごい高台にあるよね。昔の人でもこんな眺望が見ることができるんだね。ただ気をつけないといけないのは、はい、昨日五色沼で若干筋肉痛気味なので、あ、多分ね、このね、見てください、この階段。そう、あのお城特有のこの高い階段。あ、一段一段がね、今日ね、やられるんじゃないかなと。この高さです。まあちょっと分かりづらいかな、うん、まあゆっくり行きましょうね、ゆっくり。お城の天守閣はね、今日の体には極悪だね赤ちゃん後ろ向いてかも。一段違うだけで見える麓も全然景色違うと、もう息が上がってすごい。この霞んでるのは花粉かな。やだよちょうどあの花粉時期に入り始めているので、ちょっと2人ともビビっている時期なんですけど。あ、おしまいは、あ、山が何山かわからない。本当だね、まだあるね。うわ、もう一望だね。お、見えるかな。こっからゆうちゃんも見えております。いや、まさにこれ写真でね、パノラマ撮るのに最高な。本松少年隊、やはりこれも戊辰戦争の時の13歳から17歳までの少年62名がっていうところですね。やっぱ白虎隊が代表格だけども、白虎隊以外にもやっぱ同じようにいろんなのところで、東北では戊辰戦争でこういうのがあったんだね。白虎隊っていう隊名があるじゃん、うん、新選組みたいな組名
うん、でもこの二本松の少年隊っていうのはもう本当は少年隊とは言わないんだよね。なんとか隊っていうのはないから二本松の少年隊って、あ、大きな括りでってことね。そうそう、呼ばれるようになったのって。あはは、ちょうどさ、ガチャンムチャン時代はさ、なんかアイドルに憧れる子って多くなかった？芸能人になりたい。新選組だってもともと武士になりたいって思う農家の子だったりとか、商人の子たちが武士にっていうところだもんね。さあ、それと箕輪門をくぐってみました。うわ、立派な赤松だね。すごいね。当時のまずそのままなんだろうね。下にだって伸びるってね、すごいね。多分ね、はあ、小峰城、白川のさ、小峰城でさ、戊辰戦争の時の鉄砲の弾がさ、杉に埋められたやつ、うん、さ、天守閣の復元の時に使ってたけども、多分ここの二本松城下に下がっているのに、下にまっすぐなのは添え木ですよ。それだけ下に垂れ下がっちゃってるのを一生懸命、ね、うん、折れちゃう、根元が折れないように。なんか大きすぎて見えなかった。あの目の前のマヨネーズどこどこっていうのと同じ原理で。あ、こっちから見るとすごい。見て見てこれ、ね、ちょっと逆光になっちゃって見えづらいかもしれないけど、このこれ一本ですよ。幹のさ、根元と同じ高さになっちゃってる、この松の部分が。ああ。いやー、もう立派の言葉ほか以外に何か出てこないよ。いや、今までのお城に比べたら結構広い階段だよね。はい、まあ、実際は坂だったのかちょっとわからないんだけど。ね、うん、広いよね。できたけども、これまた上がっていくことになると相当広いよ。うんうん。おお、せせらぎの音がすると思いきや、あんなところから。相生の滝っていう名前みたいね。ああ、すごい。すごい綺麗になんか作られていて、自然の地形を利用して作られたんだこれ。でもまあ作られた感じはするけど、いやー、すごいところから作ったんだな。はい、二本松城いかがだったでしょうか。下の方にある今出ているですね、漆喰の壁と屋根瓦の部分は江戸時代になってから改めて建てられた部分なんだそうです。立派な石垣で当時の壮大さがすごく感じることができますよね。この後、二本松の有名なラーメン屋さんに行ってまいりました。名前は麺処若武者と言いまして、とても美味しくいただくことができました。キャンピングカーを止める際にはスタッフの方に丁寧に対応していただきまして本当ありがとうございました。それではまたの次回の動画でお会いしましょう。さようなら。